ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、いつも見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録も何卒すいません、よろしくお願いします。よろしいですかね。いや最初にいいんじゃないですか、ね、いいですかね、うん、何卒よろしくお願いします。励みになりますので励みになります。よろしくお願いします、はい、ということで今日は、はい、タイプ6の健全度、うん、タイプ6です、ね、タイプ6でございます、はい、タイプ6だと思っています、うんうん、が多分まあ頭角なんでしょうね、うん、この反応しっぷりとイライラしちゃってる感じとか、まあ、僕から見ても6ですもん。7ではない。7ではない。なるほど、まあ、7よりはありますけどかもしれないですけどね、うん、でこの今日もいつも通りこのエニアグラム9つの性格診断と、うんうん、ドン・リチャード・リソさん性格タイプの分析、うん、あとは9つの性格タイプというのでちょっとだけ、うん、はい、と思っております。よろしくお願いします。お願いします。でこのタイプ6というのは、うん、心の奥底にある欲求としては、うん、何かに守られていたいという欲求が強く、うんうん、自分を守ってくれるもの、うん、頼れるものを求めています、うん、求めてないですそんな弱くないですって思ってるんですけど、うんうん、まあ、多分端々に多分、うん、多分そう思うことが6っぽいですよね。で価値判断の基準としては、うん、世間や一般社会の常識、うんうん、ルール、うん、自分が所属する社会や集団の価値基準、うん、また自分が信じる権威が良しとするような価値観に従おうとします、うんうんうん、なるほど、うん、今私がリソさんリソさんって言ったり堀江門がこうやって言ってるんですよとか、うんうんうん、っていうのはこれ自分の意見じゃなくて、うん、彼らが言ってるから正しいみたいな、うん、その信用してる信頼してる、はい、自分が信頼できるって思ってる人のなんか意見だとか、はい、なんかルールだとか、はい、そういったものにこう従う、うん、もう恥ずかしいですけど、うん、そうです。そう、はい、だからこう本をいっぱい買うんですよ。そうこうやってバカみたいにニューグラムの本をたくさん買って、うん、どれが本当のこと言ってるんだろうって、うんうん、っていう信頼できる人探しですよねこれ多分信頼できるルール探しというか。で今ここの反応があって湧き上がってきてなってるのは、タイプ6の反応、うんうん、そう反応多分この辺ですね、うん、受け身で攻撃的な人そうじゃないみたいな、そうじゃない俺はそうじゃないもっと強いって、うん、多分、対抗型です多分私、うん、恐怖対抗型のタイプ6でございますと。で自分が所属する社会や集団のメンバーとしてそこに属しているという誇りと自覚を持ち、うん、メンバーに対しては忠実であろうとしますと、うんうん、なんでその上下関係や内と外っていう区別があって人によって接する態度が変わります、うんうん、やらしいやらしい。まあこうあれですよね。でもこうコミュニケーション能力が高いってことじゃないですか。 TPO をわきまえて行動するみたいな。そうですね。っていうこのタイプ6というのは、うん、まあその、反応タイプで、うん、融和なんですけども、この幼児期の原点としては、うん、タイプ6は父親もしくは父親的人物と肯定的に結びついています、うん、タイプ6の人格形成における重要な要因は権威者が安全と承認を、うん、上旬さに対する報いとして与えてくれるもの、うん、それを当てにしていると、うん、なんでその彼らタイプ6の自尊心は、うん、自分が独立して行動すること、うん、外部の権威に完全に従ったり、うん、依存したりするのを拒否することを学ぶよう要求するため、うん、通常のタイプ6に見られるような矛盾する感情を生んでしまう、うん、要はついていくのも怖い、うんうん、独立するのも怖い、うんうん、なんでこっちに行ってこっちに行って、うんうん、っていうこの矛盾した、うんうんうん、なんでガーって反応して反抗するんですけども、うん、なんていうのそれは信頼できるからみたいな、うんうん、ところもあるのかなって、うんうん、ちょっと思ったりします、うん、まあ守られたいって話ですよね。お父さん的な。そう、まあよくなんか父親が厳しい人は、うんうんうん、結構タイプ6が多いっていうのは、私も厳しいですけどね。だとまあなんかこの、うん、もしかしたら、うん、その
タイプ6、うん、自分がないってよく言われる。僕もタイプ9自分がないっていうのはやっぱ父親が厳しいっていうのはなんかそこの辺にあるのかもしれない、うん、っていうのはじゃあタイプ9のまだ健全の時にその父親、うん、その幼児期の原点というのをやるんですけども、うん、じゃあこのタイプ6、うん、健全度としましては、うん、段階1、うん、自己を主張する人、うん、自己主張とあります、うんうん、なんでこのタイプ6の統合の方向は、うん、タイプ9なので、うん、あのタイプ9なんですけども要は、うん、本当はタイプ6は自分を主張しないの、うん、人の意見を借りて主張する人なんですけど、うん、健全度が高くなると、うん、多分言ってもいいんだ、うん、自己を主張してもいいんだっていう、うん、このなんて言うんでしょう、うん、楽観的じゃないですけど、うん、まあそのとらわれから抜けていくってことですよね、はいはい、うん、と自己を主張できる、うん、こんなこと言ったら相手に変なふうに思われるんじゃないか、聞かれちゃうかもしれないとかとか、はい、そういったところを多分手放してちゃんと言えるみたいなところですよね。なんか自分の恥部を見せてるようで本当恥ずかしいんですけど、で、段階2としては責任を負う人、うん、約束とあります、うん、まあ、で3としては任務を負った中心協調とあります、うんうん、でここまでがまあ健全な段階、うんうん、で、通常の段階、うん、4としては忠実な伝統主義者、うん、従順とあります、うん、もうこれがちょっともう6っぽさ6っぽさ、 6っぽさが出てきます。で5、受け身で攻撃的な人、うん、回避、うん、6、自分の劣等性を補おうとする行動が過剰で厄介なやつ、うんうん、本にやつって書かれるんですよで防衛とあります。もう基本あのタイプ6、うん、恐怖対抗型だと、うん、基本全てに対して新しいもの全部反対と、うん、やっぱりその群れを守るために行動してますから、うんうん、新しいものはやっぱり外から来るので、うん、多分そこはまあそこはあると思います、ね、全部保守的、タイプ6は保守的ですし、うん、石橋を叩いて壊すなんて本に書いてあることがあります、うんうん、僕はそうじゃないと思ってるんですけど、うん、多分そういう行動は多分無意識的に取ってるんだと思います、うんうん、まあ、健全度があるんで、ね、そうじゃない時もあると思うんですよ。そうなんですよね。そうそう、はい、ずっとそうじゃなくて健全度がこうちょっと上にあるときは新しいものを取り入れたりとか、はい、で落ちていく と、うん、ここはタイプ6は分裂の方向はタイプ3なんですけども、うんうん、7、当てにならない人、劣等感とあります、うん、で8、過剰反応するヒステリーの人、過剰反応、うんうん、9、自滅的な自己逆自者、恣意逆性とあって、うんうんうん、タイプ6のこの不健全な状態っていうのは、うん、まあ、自分の行為が行き過ぎたり、うん、自分の対抗恐怖症的な防衛が失敗すると、うん、権威者から非難と拒絶を受けるのではないかと恐れ、うん、強い不安を感じて激しい劣等感を抱き、うん、他人にべったり依存し、うん、卑下的になると、うん、で低い自己イメージを抱き憂鬱な気分になって、うん、臆病で役立たずで無能で恐怖に苦しめられるって感じる、うん、で何にでも過剰反応して問題を誇張してこれ反応するんですね、うんうんうん、で不合理なまたこういった行動がさらに恐れる状況をどんどんもたらしてくるっていう、でこのタイプ6のこのそんなタイプ6の人間関係のこじらせ方っていうのもやっぱり特徴があって、このタイプ6の困った人、うん、自分の気に入らない人を仲間外れにする、うんうんうん、まあ、群れを作ってますから、うんうん、べったりしてあの猜疑心が強く、うん、裏表があり仲間内でも自分の信頼している人とそうでない人を区別して、うんうんうん、気に入らない人を仲間外れにしようとします、うん、また先輩後輩の間柄などで、うん、自分が上に立てば自分が可愛がっている人物と心よく思ってない人物に対する態度を露骨に変える、うんうん、すっごい心当たりはあります今もう会社で誰とも話してませんそれはどういうことですか。下に見てるんですかね、みんなを、うん、部下、いや、まあ、後輩とか後輩、ええ、あの一緒、まあ、コロナ禍で仕事が減るじゃないですか、うんうん、でやっぱ仕事でこの多い少ないが出てくると、うんうん、
俺ばっかがやってるとか、うんうん、俺ばっかが電話出てるとかって思うと、うんうん、なんだこいつらの露骨にちょっと出てくるかもしれません。でその多分この気に入ってる後輩と気に入ってない後輩で差が出るってことですよね。出ますね。普通に喋るのとんみたいな、もうマスクしてるみたいなのはちょっと出てるのかもしれません。あなたは仲間だけ、あなたは仲間じゃないみたいな、出ますね、ですよね。ありますね、あります、あります。健全度下がってますよ。はい、もう恥部を今さらけ出して、はいはい、で直接当人に向かってどうこうするのは怖いので、はい、裏に回ってその人物を追い出すための画策を練ったり、うんうん、周りの人にあらぬ噂を流したりします。これ健全度下がってますからね、今の説明。下がった状態の話です。6の人がみんなそうではなくて、下がった時、はい、でこんなタイプ6が人間関係がこじれる原因としては、うん、まあ、仲間意識が強く、自分が所属している組織やグループ、うん、仲間内で安全にいられることを望んでいます、うんうん、でタイプ6にとって自分がそういった組織やグループ、仲間から排除され、うん、追い出されることは怖いので、うん、その脅かすような人物がいると、うん、排除する、排除しようとする、うん、で相手を危険人物とみなして、なんとか排除して排除してってやっていて孤立させようとする、うんうん、で仲間意識を募らせて、うんうん、非公式な集まりや付き合いの場でその人物について不信感が持つような噂を立てたり、うんうん、悪者にしようとする、うんうんうん、もう典型的なこの嫌われ者戦略です。嫌われ者戦略ですね。よくないって言ったばっかりなんですけど、うんうん、そういうことをやって自分の安全を守ろうとする、うん、はい、でつまりまあこれ毎回そうなんですけど、うん、タイプ6は自分が人から一番されたくないことを他人に対してする、まあ、タイプ6以外でも、以外も全部そうですよね。自分がされたくないことを人にするっていう、こう下がってくると人にする、はい、っていう話ですよね、はい、でそれがかえって自分自身の立場や居場所を危うくする結果を招きません。反省です、反省です、はい、反省ですというか、まあ、気をつけましょうですよね。気をつけましょう。そういうのが出てきたらやばいなって、はい、でこの健全度が下がる時の注意信号は、その自分の考えに自信が持てなくなり、うんうん、誰かに導いてほしい、うんうん、で依存し始めるときは健全度が下がっていく注意信号ですと、うんうん、自分自身を信じることができなくなり、うん、頼りにできる人、組織、考え方を外部に頼ろうとする、うんうん、今の私ですから外部にで今もうエニアグラムの本買いあさってるんですけど、うんうん、注意、目覚めの注意信号かもしれません。勇気を持てと。はい、そうですね、うん、気質の輝きを示すキーワードは勇気です、うん、お恥ずかしい限り、はい、で、まあ、陥りやすい人生のパターンとしては、まあ、自力では生きていけないと思っている、うんうん、で、周りから期待される通りの行動をすればうまくいくって思ってやってるんですけども、うんうんうん、まあ、周囲から期待に応えようとして無理を重ねていってしまう、うんうんうん、なんでこの人へのアドバイスとしては、まあ、自立しなければって焦るんじゃなくて、目の前のことを一つずつ取り組んでいきましょうと、うん、で、起きたことにすぐ反応するんじゃなくて、うん、深呼吸するなどして間を置こうと、うんうん、その通り、その通り。すぐにカチンってくるんですよね、うん、はって思いませんか、6の人で、うん、思うに、うん、そのタイプ6って、うん、ご自身がタイプ6だって思う人って多分少ないと思うんですね、うん、まあ、なんか掘っていって最終的に6かなっていう。いやでもこの6ってやっぱり書かれ方が、うん、これ何回も動画で言ってるんですけど、うん、あまりかっこよくない。かっこよくないって多分思ってるから6の人が、あ、なんか多分他のタイプもですけど、他のタイプもっていうか9もですけど、うん、自分の嫌なことが書いてあるわけじゃないですか、はい、なるほど落ちた時の状態とかって自分の嫌なことが書いてある、はい、自分のここなんか痛いところが疲れてる。そうですね、自分が出てますもんね、うん、自分が。で他のタイプの嫌なところは自分じゃないんで何の意識せずに見れるんですよ。
自分他人事なんでね。おっしゃる通り。なのでこう6の人もこう6のこう多分痛いところ疲れてクッてっていうのがあるんじゃないかなって。私はまあたまたま人から6じゃないって言われて、うんうんうん、スポッて、うん、まあそうだよって、うん、だから6でも6が悪いとかっていうのはないんで。絶対ないです。絶対にないです。悪いのは多分この健全度の問題。そうですね。で健全度が下がってくるのもこれは、うんうん、あのチャンスというか、うんうん、あの目覚め、そのあ今自分が落ちてる、うんうん、で注意進行ですから、ね、はい、気づくとこなので、うん、そこは意識して、うん、意識しようとしています、うん、でまああのあれこれ悩む前に現実確認を行いましょう、うん、よくタイプ6ってあの注意センサーがとても発達していて、うん、あらゆるものに対処しようとするんですけど、うん、いや今まであなたがその注意払ったもので現実に起こったことありますかと、うんうん、いうのはよく私が頼りいろんな本に書いてあります、うん、なんかあの発射できないロケットみたいな例えがありましたからね。ちょっと風が吹いたら発射できないじゃないですか、うん、なるほど。ちょっと天候が悪いだけでももう発射できないみたいな、完璧な状態じゃないとこうなかなか汗が止まります、はい、で頭の中でやりたい、うん、できると思うことにとらわれずに、うん、実際にできていることや、うん、人から評価されていることに気づきましょう、うん、確かにこんな私のこんなんでも見ていただいている方がいる、うん、それをいつもこう自虐的にそうなんです、ね、疑う心がこれに気づけって話なんですよね。そう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 、タイプ6は、うんうん、見てるかタイプ6 他のタイプ6、うん、で仕事を任された時に、周囲に確認しないで抱え込みすぎ、うん、自分に追い込んでストレスをため込まないように気をつけましょう、うん、あとは自信がなくなった時はこれまで自らの力でやってきたことを思い出しましょうと、うんうん、多分頼るのも苦手なんじゃないですかね、タイプ6の人は。弱いって思われたくない、うん、思われたくない。でこいつ弱いと思われるとこう不要だって思われるんじゃないかっていう恐怖心みたいな。そうなんですね、はい、だけど多分頼った方が多分6の人いいと思うんですよね。今まで一生懸命こう責任を果たしてきてるわけじゃないですか、はいはい、なのでこう頼ると多分協力してくれると思うんですよねみんな、うん、全てエニアグラムは、うん、これ手放しましょう。手放しましょう。多分これ難しい、とても難しい話なんですよね、うん、これ。まあこう人生の課題みたいな。要はもう、うん、ずっとこの40年間培ってきた防衛本能なので、うん、そうそう、これで意識を保ってきたものなので、うんうん、またこれが苦しめてるんですけどね。それが自分を苦しめてるみたいな。そんなことはないってちょっと思われるとちょっと楽になったりとか。はい。うん、っていうのが。はい。タイプ6の健全度でございます、うんうん、またこの健全度とかについてはどう扱っていけばいいかっていうのはまた次回次次回とかいろんな回でまたちょっと話をしていきたいと思うんですけども、うんうん、はい、今回とりあえず次はタイプ7の健全度を紹介したいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ゆとぞチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます、はい。